見て。ブラクモちゃん、どうして悪人の道を選んだ。我は悪人を切らねばならないというのに。この道を選んだことに後悔はありません。ブラクモさんと戦うことになったとしても。強くなったな、ヨミ。もう我がトイレについていく必要もないのだな。当たり前です。お手洗いは一人で行けますよ。夜はちょっと怖かったりしますけど。まさかまだ誰かについてきてもらっているのか。そんなことありません。なるほど。では、あの癖は治ったのか。寝るときに指をチュプチュプとおしゃぶりする癖だ。やっているわけではありません。お腹が減っているとき以外は普通に寝てます。ブラクモさんこそ、そのお面は何なのですか。ヨミには関係ない。関係ないことありません。だってブラクモさんは私の友達ですから。友達である前に我たちは忍びだ。
そして我は善人、黄泉は悪人。戦いは避けられない運命なのだ。わかりました。そこまで言うのならお相手いたします。行くぞ、我らの友情に決別を。人工ゆえ任務開始。もらっていた秘伝忍法百年生一つも。もらっておこう、もらっておこう。覚悟しろ、200連戦突破。秘伝忍法逃がさぬぞ。セット。ヨミ、毎順次ます。いざ鎮魂の夢に舞い散る。秘伝忍法秘伝忍法戦闘終了。我の勝ちだ。ええ、私の負けです。どうしてこうなったのだろうな。同じ場所で育った、友達だったはずなのに。仕方ありませんわ。人にはそれぞれの道があるのですから。でも私は今でも村雲さんを友達だと思っています。命がけで戦っても、別々の道を行っても、悪でも善でも友達は友達です。なるほど、そうか。我もそう思う。本当にそう思います。友達は友達、悪も善も関係ありません。あなたには大切なことを教えます。
教えてもらいました。そうでなければこんな評価ありえません。わしに任せてください。いってらっしゃい。着物っていいわよね。艶っぽくて色化があふれてて、なんだか見ているだけでゾクゾクしちゃうわ。そんな目で人を見るんじゃありません。大体あなたそんな格好でちゃんと戦えるの？この格好ってとっても動きやすくて便利なのよ。そっちこそ大丈夫なの？わしの格好は何の問題もないはずですが。だって履いてないんでしょ？着物って確かそういうものよね。なんたるセクハラ。そんな質問に答える気はありません。真面目ね。なんだかやりにくいわ。そっちが不真面目すぎるんです。私たち気が合うかも。どこがですか？正反対な性格の人同士って逆に惹かれ合うのよ。磁石みたいにね。で質問、その着物の下って履いているの？答える気がないって言ったはずです。仕方がないわね。だったらその着物をビリビリにしちゃって確かめようかしら。面白い。やれるものならやってみなさい。鎮魂の夢で沈みましょう。任務開始。活用させてもらいます。
いざ鎮魂の夢に満ちる。やられちゃった。これで着物の下の秘密は分からずじまいね。はあ、もっと真面目に戦ったらどうですか？そんなことじゃ忍びの世界じゃ生き延びれませんよ。あら、私のことを心配してくれるの？え？優しいのね、あなた。わしは善人じゃ、優しいに決まっとる。それって悪人にも優しいってこと？それは。ほら、そうやってすぐ真面目に考える。真面目なのは結構だけど、それだけじゃ答えが見つからないこともあるわよ。だったらどうすればいいの？もっと自由になってみたら？自由？私が抜け人だから言うわけじゃないけど、自由に生きることで見えてくるものもあると思うの。なるほど。しかし、わしには悪を滅ぼすという悲願がある。それを達成するまでは自由に生きることは。悪を滅ぼすね。だったらどうして私にとどめを刺さないの？あなたはなんとなく憎めない人だから。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいわ。わしも自由になれるのでしょうか？自由になってもいいのでしょうか、黒影様？
当にありがたい評価じゃ。すべてはあの方のために。いってらっしゃい。あなたたちは善を蝕む悪です。その存在を見過ごすわけにはいきません。善を蝕む、私がアスカを変えたとでも言いたいのか。そうです。なるほど、確かに私の存在がアスカを変えたかもしれない。しかしその逆も言える。アスカによって私も変わった。お前流に言うのなら、アスカは悪を蝕む善ということだ。私とアスカは戦いを通して分かり合った。そして今ではお互いに影響を与え合っている。まあ分かりやすく言えば、アスカは私にとって最強の友達ってことだ。最強の友達？そんなバカな、善と悪が通じ合うなんて。おじい様、私はこの事実をどう受け止めればいいのですか。ごちゃごちゃ頭で考えるな。お前もアスカと限界ギリギリの戦いをしてみればわかるはずだ。ただし、アスカと戦いたいのなら、まず私を倒す必要があるがな。わかりました。そこまで言うのなら、私はあなたを倒す。そして、アスカさんともう一度戦うまでのこと。鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。いただいておきます。命がけ秘伝忍法。見かせなさい。そう、ありがたいです、ありがたいです。それなりにできますね。ありがたいです。小手調べにはなりません。
秘伝忍法。ホムラ、舞順次用。いざ、鎮魂の夢に舞い散る。秘伝忍法。目的は果たしました。やるじゃないか。しかしあなたは余力を残しています。まだ完全決着とは言えません。どうする、もっととことんまでやるか。いえ、ここまでにしておきましょう。限界ギリギリの戦いはアスカさんとやりたいと思います。な、ちょっと待て。アスカと戦うのは私に勝ったらと言ったはずだ。考えてみればおかしな話です。なぜアスカさんと戦うのにあなたの断りが必要なのですか。え、それはだな。アスカさんはあなたの所有物ではないはず。だ、確かにそうだ。それは分かっている。しかしだな。そんなにアスカさんを独占したいのですか。最強の友達どころか、まるで恋人ですね。バカを言うな。何が恋人だ。もう勝手にしろ。アスカと戦えばいいさ。私はもう知らん。では勝手にさせてもらいます。終わったか。皆さん無事でしたか。うん。どうしました。浮かない顔をして。
私さ、悪人の書いた小説のファンになっちゃったんだ。それでさ、とどめを刺すことができなくて、こんなんじゃ黒影様に怒られちゃうよね。わしもです。はるかな自由な心に正直惹かれてしまいました。日陰ちゃんといっぱい遊んじゃった。悪を認めるなんて、我たちは黒影様の教えに背いてしまった。こんなんじゃ黒影おじいちゃん悲しむかな。皆さんに一つ聞いてもらいたいことがあります。おじい様は悪人を殲滅せよと言いました。でも蛇女やホムラ愚連隊と戦ってみて気づいたのです。私は悪の中にも光を見ました。やっぱそうだよね、私もそう思った。みのりもだよ。わしもです。我も同じく。悪人も善人も忍び、でもそう考えてしまったら私たちはおじい様を裏切ることになってしまう。だとしても私は知りたい、光と闇、善と悪の意味を。それでいいね。この声はバンパイ先生。お前たちも忍びなら自分の頭で考え、自分の体で行動するね。はい。そしてその答えを見つけるには鳩学院がうってつけに。ホムラさんもそう言っていました。確かに悪人の心にも影響を与えるアスカさんなら、私の望む答えを知っているかもしれません。お前たちが自分の力でたどり着いた結果なら黒影も文句は言わないはずね。わかりました。みんな、学園祭も残すところあと一つ。さあ、半蔵学院に向かいましょう。高評価をいただき、至極光栄に存じます。